ハムで何ができるかなっていうのはちょっと考えたんですけど、まあ、あの美味しい野菜もたくさんあったので塩、ハムを塩に塩代わりというかあの調味料に使ってですね、あの肉じゃが風にこう仕上げてみました。このハムはあの旨味成分が凝縮してますので美味しくなってくれる感じです。さらに煮込んでいきます。旨味っていう成分は、まあ、日本語なんですけど、これが、まあ、それも日本人だったりこうアジア人特有のこの感じで出る成分であって、これで完成ですね。